で、それからですね、iPhone が出たり、iPad が出たりということで、ずっと、アクセサリーを、作ってきました。まあ、主にアクセサリーって言いましても、まあ、ケースとか、保護フィルムとか、そういったものが、主流になっていたんですけれども、まあ、実際、これから先どうやっていこうというところを考えたときにですね、まあ、実はこの iPhone アクセサリーとかですね、こういった中で、まあ、7、8年ずっとやってきまして、マーケットリサーチの、会社の、情報によりますと、iPhone ケースというカテゴリーにおいてはですね、我々のシンプリズムというのです、ね、マーケットシェア今4位を、にさせていただいておりまして、まあ、ある程度のところまで、頑張ってきたなというところがありまして、次のステップとして、どういったところやろうというところで考えてきたときに、今まではこういう、まあ、今 iPhone ケースだと服と同じような形でですね、いろんな人がいろんな服着たりっていうところで、さまざまな多様性に対しては対応してきたんですけど、次のステップとしましては、まあ、ケースフィルムを使っていても、普段じゃあ自分のライフスタイル、iPhone を使うライフスタイルの中で、どんなものを使うだろうっていったときに、よりケーブルやバッテリーや電源、そして新たなデバイスというのが必要になってくるんじゃないかなというところで、次のステップとして何かやりたいというところがありました。その中でですね、これからご紹介する、テント、クリエイティブユニットのテントの2人と出会いまして、新しい、ブランド、新しいものづくりというのを一緒にやろうということで、始めました。シンプリズムとして、そしてテントとして一緒に作るブランドということで、始めました。じゃあちょっとこちらからテントの、ご紹介になります。我々が、2人でテントなんですけれども、2011年から2人で活動を開始しておりまして、私が春田雅之といいます。私はもともとはデザイン事務所、生活雑貨メーカー勤務を経まして、ずっとフリーランスで活動していました。でフリーランス自体は、まあ、家電製品であるとかインテリア用品とかそういったもののデザインをずっとやってきました。で、まあ、その後彼と一緒に組んで、テントを始めることなんですけれども、で、もう一人の、はい、私がテントの青木と申します。私は、デジタルカメラのメーカーを経て、家電の会社を経て、インハウスデザイナーとですね、独立しまして、その後こちらの春田と一緒に2人でテントを立ち上げたということになります。ですので我々もともとは電気を使ったものというものを仕事の結構大きなところを占めていたんですけど、テント結成以降はテーブルウェアであったりインテリア用品であったり、ちょっと何て言うんでしょう、優しいようなものを数多く手がけております。ですね、2013年からは、自社商品自分たちで開発して、自分たちで商品を売るという活動を始めていまして、ちょうど明日からですね1階の方でその自社製品もフェアという形で展示販売の機会をいただきましたので、合わせてそちらも見ていただきます と、まあ、我々がどういった活動を普段しているかというのも見ていただけるかと思います。はい、というわけで、シンプリズムと、テントで、一緒にですね、同じものを、考えて、同じものを、作っていこうというところで、始めます。iPhone から今リモートをしているんですが、電波を使ったリモートはこういうトラブルが、あるというところでですね、和気あいあいといきましょう。はい、大変失礼いたしました。じゃあ、手動で、あちら言うと、次のプレゼンしてくれる手動の、パターンにしたいと思います。人型リモコン。
人型にも今作動中でちょっと、戻してもらいたいなと思いますが、はい、コンセプトかな、はい、はい、今回、新しいブランドをシンプリズムとテントで、作ることになったんですけども、シンプリズムとテントが組む新しいブランドのコンセプト、はい、考え方について説明させていただきます。はい、次へ。コンセプトについて3つのお話を、させていただきたいと思います。まず1つ目はライフニーズニュアンスというお話です。いろいろ計画が来るようでした。PC をはじめとするデジタル機器というのはそもそもがオフィスでお仕事で使うような道具でした。でそういった道具がですね、 iPhone や iPad の登場以降、まあ、皆さん当然ご存知の通りですね、お家でこうリラックスしたベッドで使ったりだとか、あの出先のカフェなんかで、まあ、コーヒーを飲みながら気軽に使ったりだとか、そういった状況になっています。かつて仕事で使われていたコンピューターというものがこれだけ大きな広がりを見せています。でそういった流れの中で、まあ、仕事のあり方そのものもよりクリエイティブな方向で変わっていきまして、オフィスというよりは、まあ、ワークスペースといいますか、よりリラックスしてクリエイティビティを刺激するような仕事場が、最近は重視されています。こういった家庭生活であったり、まあ、出先でちょっと休んだりだとか、あとお仕事場、これらに共通してやはり近頃はリラックスできるようなことがやっぱりクリエイティビティだとか、そういった楽しいことを刺激するのでいいんではないかということで、インテリアなどいろいろ作られていると思います。でこういった環境において、あのデジタル機器、さまざまなデジタル機器ってやはりまだちょっと硬いというか、あんまり優しさがない、リラックスできない感じがあるので、そちらに我々が提案する価値があるよなと思って作っています。では2つ目の話、マテリアルニーズニュアンスについて話させていただきます。今回デジタル機器ということで、あの皆さんよく、何でしょう、持っていたり知っていたりするデジタル機器っていうのは、樹脂でこうカチカチしたりピカピカしたりとかですね、金属でキヤッとしたりとか、そういったものが多かったように思います。で我々は先ほどお話ししたようにリラックスした環境で馴染むような機器を作りたいと思っていたので、例えば持ち歩くものに関してはこういったフェルト素材を使ったりだとか、次お願いします。軟質なエラストマーを使ったものも作っているんですけども、ただの、ゴムっぽいエラストマーではなく、布のようなこう 3D のテクスチャーを施した微細な加工をしたエラストマーを作っています。次お願いします。そして金属の製品も存在するんですけども、単なるこうヒヤッとする仕上げの金属というよりは、アルマイトの仕上げや脂肪の細かさまで部分にこだわって作ったこだわりのある仕上げのアルミの金属製品があります。お願いします。はい、そして3つ目の話、ニューライフスタイルニーズニューアンサー。 iPod と iPhone がまあ普及して便利になった、すごく良くなったんですけども、まあちょっと小さなことではあるんですけども、ケーブル持ち運ぶとぐちゃぐちゃしたりとかですね、こう取り回すときにいろんなストレスが実はあると思っていまして、我々はやっぱりいいものなのだから、よりストレスなくより楽しく気持ちよく使いたいなということを考えています。これらの問題を、小さいことではあるんですけども、一つ一つ解決するアンサーを出すということを掲げます。デジタル機器にある便利さであったり、こう機能性であったり、そういったものに、はい、リラックスする快適さ、心地よさ、そういったものを加えたい、これらの交わる場所を作りたいということで作り出したのが今回の新しいブランドになります。ニュアンス、そして新しい回答であるニューアンサー、これらを我々シンプリズムとテントが組んで提供していくというのが今回のブランドの趣旨になります。
というお話をしたんですけども、こちら、iPhone を充電し終わった後の充電ケーブル、これをですね、机の上に置いておくとスルッと向こう側に落ちてしまったりとか、あの棚の奥に落ちてしまって取れなかったりとかして、いざ取ったらホコリまみれになってしまうみたいな、そういう、まあ、小さなことではあるんですけど、もうなんでってなるようなことって日常でよくあると思うんですね。こういったことをまずは我々は解決したいと思って一つ商品を作っています。お願いします。で、そのために作った商品がこちらです。お願いします。マグドットというケーブルホルダーを作りました。マグドットはですね、はい、とっても小さな、要はマグネットなんですね。で、ライトニングケーブルっていうのはこの金属部分が実はマグネットで吸着することができる素材になっています。なので、このマグドットの裏面にある両面テープで壁だとかですね、こういった好きな場所に貼り付けることで、こういった垂直の面にもライトニングケーブルを仮固定することができます。そうすることで、ワッと落ちて、あ、なくなっちゃったみたいなことがなくなる、ちょっとしたアイデアではあるんですけども、こうストレスをなくすために作った小さな商品になります。お願いします。マグドットはただのマグネットではなく、ステンレスに微細なスピン目の加工を残しています。で、ただのマグネットを置くのではなくて、こうインテリアの中で馴染む高品質なものとして作っています。はい、マグドットですね、まあ、まずちっちゃなところから始まりますので、ご安心ください。これからいろいろ出てきますから。はい、まあ、これ先ほどテントと出会ったという話の中で、一番最初に実は、彼らが、アイデアとして持ってたのが、このアイデアがありまして、まあ、当時ちょっといろんな理由があってこれ自体は商品化しなかったんですけれども、今回ですね、ニュアンスを一緒にやるという中でですね、このアイデア改めて、いいなというふうに思ってですね、まず一つ目として、このマグドット絵を作りました。本当にただ置くだけっていう形でケーブルをしっかりホールドできるというところで、気が利きつつもあまり主張しないというところで、面白い製品じゃないかなと思っております。で、まあ、3個セット1個だとあれなので、3個セットで一応1500円で、販売をいたします。では、次の製品ですね。次はマグマットという製品になります。こちらはマグドットのアイデアを応用して作った商品になっています。マグマットはフェルト製のマットです。で、そのフェルト製のマットに先ほどのマグネットが縁についたものになっています。フェルト製のマットは、まあ、フェルト製のマットなんですけども、最近だとこう腕時計をしていたり、iPhone を持っていたり、さまざまな
ガジェットというか小物を持ち歩いていますね。そういったものをデスクに置くと、ただ置くとこう散らばったような印象になってしまうんですけども、そういったものにこういった四角い定位置を提供することで、机の上をすっきりと見せて、かつ先ほどのマグネットにライトニングを仮固定するということができるようになっています。マグマットは大きいサイズなので、 iPad mini をこのようにどっさりとどっしりと置くことができます。で、あのフェルト製なので、金属製のこういった iPad もそのまま置いてもゴトッと傷つくっていうことがなく、優しく守る作りになっています。カラーバリエーションは4色ありまして、白と黒とサフランとカーキという4色を用意しています。デジタルガジェットとかデジタル製品にありがちな、まあ、ピンクであったり青であったり、そういったものをあえて避けてインテリアの中に馴染む、あるいは洋服であったりカバンであったり、あの自転車などの道具であったりですね、そういったものに馴染むような生活に近い色ということで、こちらの色を選択しています。はい、このマグマットですね、今までいろんな方にちょこっとこうご紹介するとですね、無線充電ですかというふうにですね必ず言われるんですけれども、これはマットですということで、本当にあの家に帰ってきた時に自分の身の回りのものと、まあ、iPhone みたいなこういうデバイスを、まあ、一緒に、置いておく、本当に、置き場所っていうですね、居場所を作るっていうのが、まあ、一つの、製品の、大事なところで、まあ、これはもうなかなか特になんかそこら辺のテクノロジーの方々はですね、無線充電できないの話になっちゃうと思うんですけれども、これはあのそういうライフスタイルの中に溶け込ませるというところで居場所を作るっていうささやかな、製品でございます。こちらですね、1500円で、販売をいたします。はい、じゃあ、さらにもう一つだけ、つながりのある製品があります。続いての商品はマグフィットという商品になります。こちらも、フェルト製のマットですね。フェルト製のマットにライトニングケーブルを軽く留めておくことができるマグネットが付いたものになっています。で、こちらは先ほどのマグマットと違ってですね、長細い形になっています。ですので、例えばこの写真にあるように帰ってきて鍵と iPhone を置くようなシチュエーションであったり、あと私だとですね、あの寝るときに iPhone、メガネを外して iPhone を充電して寝るというシチュエーションがよくありまして、その時にベッドサイドで使うものが欲しいなということで、この長細いタイプのマットを作りました。で、このマットにはもう一つ秘密がありまして、実はマットを折りたたむことでちょうど良い傾斜のついた台として使うことができます。この傾斜がキーボード、あの Apple のキーボードの傾斜とぴったりと一致するようになっているので、あのキーボードの横で、まあ、計算機を使ったりとか操作することが非常にしやすい台として使うこともできるようになっています。カラーバリエーションは先ほどと同じように4色用意しています。はい、まあ、バリエーションといってはバリエーションなんですけれども、まあ、長い、形のもの、まあ、これはあのデザインをあの一緒にしているときにですね、まあ、青木さんがこの長細いのにこうメガネをいいなっていう話を言っててですね、実は僕らみんなメガネしてなくてですね、全然わからないみたいな話でですね、ちょっと揉めかけたこともあったぐらいですねなんですけども、あのこういうキーボードスタンドみたいな形にして使うことで、まあ、いろんな人がフィットして使えるということでマグフィットという名前にしてあります。テクノロジー系の方はもうちょっと待ってくださいまだあの前菜ですはい、ということで、こちらも、1500円で、販売をいたします。じゃあ、次お願いします。次は、ライトニングケーブルなんですけれども、普段、まあ、家で使うときはいいんですけれども、外にライトニングケーブルをいざ持ち運ぼうと思ったときに、まあ、絵のような状態ごちゃごちゃに絡まってしまったりですね、で実際外で使うときってこんなに長さ必要かなって思ったことがありまして、でこのイラストのようにスマートに持ち運べるライトニングケーブルを、最小サイズで持ち運べるライトニングケーブルが欲しいと思いまして、このバンドワイヤーというものを考えました。でこちら次の写真見ていただいて、で実際にこの手前にあるのがその製品なんですけれども、あのパッと見そのライトニングケーブルに見えないんですけれども、実は、中にですね、このようにあの真ん中のところに、両方のライトニング端子と USB 端子が隠れてまして、それを引き出すことでこう普通に使える。
で外出先で使う場合には例えばノートパソコンにつないで充電とか同期する場合に、まあ、最適なというか最小サイズで使うことが可能な、ものになっています。で長さが 160mmのサイズです。で、まあ、実際その本体を収納、端子を収納した場合にですね、全体がエラストマーで覆われますので、こういったカバンの中に放り込んでおいても周りのものを傷つけない、そういった配慮がされています。で、こちらも、カラーバリエーションは同じように4色用意してまして、ブラック、ホワイト、サフラン、カーキ、この4色展開を考えています。このバンドワイヤーなんですけれども、まあ、このニュアンスの、製品のブランドの、一つのテーマというかですね、としては使っていない時の、美しさというか、普段使っている時はどうしても端子と端子で刺してしまうんですけれども、使ってない時にいかに、美しく、そして、佇まいを、提供できるか、そういう意味では端子ですねを隠しておきたいとか、ケーブルぐちゃぐちゃしないようにしたいとか、そういったところに気を使いたいというリクエストのもとにですね、テントにデザインを考えていただいたというところです。で本当にケーブルは普段本当長いものってそんな実はいらなかったりするところでコンパクト でなおかつこの本当にテクスチャー 3D のテクスチャーを入れることで食感とか質感っていうことも提供できるというですね、結構ライトニングケーブルっていうの中に iPhone が普及してるっていう意味では多いんですけれども、一からここまでデザインをして一から作ったライトニングケーブルってほとんど世の中では見たことがなくて、だいたいケーブルと先っぽにプラスチックと端子がついているものばっかりなので、かなり正直、苦労した製品ではあります。ですけれどもかなり満足いく製品に仕上がってきたかなと思っております。こちらApple の認証 MFI ですねに対応した形で、出します。こちら、価格としましては、2200円で、提供いたします。こちら今 Apple の純正のケーブルが2200円なので、まあ、同じ価格という形になっております。じゃあ、はい、次お願いします。で次は、モバイルバッテリーになるんですけども、実際外出先でバッテリーを使おうと思うとこの絵のような状態といいますか、 iPhone と、モバイルバッテリーとそれをつなぐためのケーブルで、ひいてはその例えばバッテリーとケーブル、それをしまうための巾着袋みたいなそのケースみたいなものも別途必要かなというシチュエーションが結構ありまして、それをもっとシンプルに解決できる方法はないかと思って考えた商品がこちらになります。でこのイラストのように非常にシンプル、この一つだけ持ち運ぶだけで充電できるモバイルバッテリー、タグプレートというものになります。でこちらはですね、見た目はフェルトにまとわフェルトが巻かれたプレートと、それに何か布タグがついたようなデザインの形状をしているんですけれども、このタグの部分もバンドワイヤーと同じ構造になってまして、引き抜くとその中にライトニングケーブルが隠れてます。なので実際使う場合はこのように iPhone とモバイルバッテリーを重ねてそのまま挿すだけで充電しながら使えるという商品になってます。でこちらもフェルトが巻かれていたりエラストマーで端子が覆われていますので、カバンの中で周りのものを傷つけたり、これを持ち運ぶために別に袋が必要だったり、そういったものは必要なくて、ただこれをカバンの中に放り込むだけで持ち運ぶことが可能です。で、カラバリも、同じようにブラック、ホワイト、サフラン、カーキの4色を用意しております。こちらもバッテリーを作りたいという時にですね、バッテリーとやっぱケーブルっていうのはやっぱ一体化っていうのがまず最低限僕の方では考えてたところ で先ほどの、コンセプトのように使ってない時に美しい、そして端子を、しまうことができるというところも考えて出てきたのがこのタグプレートです。デザイン案が出てきた時に普通こういうのって皆さんモバイルバッテリー持ってると思うんですけれども、ケーブルは中に入れよう中に入れようってしてくると思うんですけれども、このタグ荷物のタグのようにケーブルも出しつつプレートがあるようなデザインっていうのは結構目から鱗状態で、あ、面白いなと思いました。でやはりここら辺質感とか手触りとかっていうところで、
まあ、ちょっと今ね、あのバッテリーって、まあ、あのしょうがないんですけれども、大容量で安いっていうものばっかりが、たくさん出てる中で、我々みたいにですね、大人が、持てるバッテリーっていうのは、実はあまりないんじゃないかなと思っておりまして、本当に革の製品好きだったりとか、カバンとか小物に少しあのお金使うような人たちに対しては、あの安いからプラスチックの、でも大容量で、数千円で買えますよっていうものとはまたちょっと違うものを提供したいなと思っておりまして、ここで、このタグプレートを、作りました。これも、MFI 対応で、こちらの iPad じゃなくて、iPod、iPhone までの対応ということで、やっております。で、6000ミリがありますので、6000円、合わせたというよりは、ちょうど6000円ということで、販売をいたします。じゃあ次お願いします。続いてもモバイルバッテリーになるんですけども、先ほどのバッテリーと違って、あの例えば僕なんかはモバイルバッテリー普段持ち運びません。でも一応持っています。でそういう人って僕はそうなんですけども、たまにあモバイルバッテリー今日使うなと思って持っていくと充電がしてないんですよ、癖がないので。で空っぽのこう分身みたいなものを持ち歩いて、あひどい目にあったっていうことがよくあるんですけども、それを防ぐためにフル充電で、あの充電忘れのないようなモバイルバッテリーが作れないかなということで作りました。でそれがこちらの製品ですね。名称がロールドックという名称になります。でこのロールドックなんですけども、普段はですね、先ほどのようにおっとっと、ちょっとすいません、人間リモコンが、まあ、こういうポーチのような形になって、さらに作っていいです。でこういう形で、あの文房具とかと一緒に入れてもいいかなというところの、見た目です。でカラバリがあります。ちょっと今トラブったので巻きます。でこちらのロールドックというのは、先ほど冒頭に出てきたように、バッテリー自体の充電を忘れるっていうことが、あの皆さんも経験したと思うんですけれども、それをなくすために使うことで、充電し続けるっていうところが一つ新しいアイディアで、これあの本当にクレードルというような形で、iPhone を使いながらバッテリーと iPhone に同時に充電、なおかつシンクもできるというような形ですので、バッテリー自体を別に充電する必要がないというのが、この製品のいいところで、3000ミリにこちらになっていますけれども、こちらで iPhone6 1回分1回ちょっとですね、充電できるようなタイプになっています。こちらの5000円で、販売をいたします。じゃあ次、ここから少し、また毛色が違う製品になってきます。ここまではなんか普段こうデジタル製品を使ってて困ったことも、まあ、問題解決みたいなアイデアだったんですけれども、ここからは少し新しいアイテムといいますか、提案型の商品みたいなものを考えております。で1つ目が、高輝度の LED 照明になります。で名前がタイルっていうんですけれども、形が見ていただいて分かる通り、タイルが2枚重なったような状態と、それをつなぐ柱という非常にシンプルな形で構成されています。で、こちら次の LED 照明としての機能としては、電球色のライトと白色の2種類をあのボタン操作で切り替えることが可能です。かつ、長押しでこう調光もできますので、高性能の LED 照明というものになります。で次の写真お願いします。でそしてそれだけではなくて、実は真ん中の部分の丸いパーツがですね、指で押してあげるとくるっと回転してロータリー式のライトニング端子が出現するようになってまして、ここに iPhone であるとか、iPad をつなぐとそのまま充電台になるという、充電台と LED 照明を組み合わせた、新しい照明器具ということになります。で裏面にですね、もう一つ USB の接続口がありまして、例えば、iPhone をドックに置いて、もう一つ違う iPad であるとか、もう一つの製品を充電したりすることが可能になっています。
でこちらの場合はですね、表面をアルマイト処理したアルミニウムで覆っておりまして、そのアルマイト処理した、シルバーとブラック2色のカラーバリエーションで、ご提案させていただいております。こちらのタイルなんですけれども、先ほどのもともと、もう何回も言っちゃうんですけれども、このニュアンスの基本のところとして、使ってない時には先ほどのところがフラットになっておりますので、本当に2枚の板があるような形 の、 シンプルな LED ライトなんですけれども、使う時にくるっとこうライトニング端子が出てくることで、充電台として機能するような形になっています。ですので使ってない時にも美しいと。でこのロータリー型 の、ライトニング端子というのは多分、世の中に見たことがないと思うんですけれども、これ実は隠せるっていうだけではなくって、回すことで、この角度調整が自由にできるんですね。で後ろ側 の、 棒のところにですね、背中をというか頭をつけて寄りかかるような形で、使うんですけれども、このロータリー型がフレキシブルになっていることで、例えば iPod Touch、iPhone5、iPhone6、6 Plus、iPad Mini、iPad という全ての高さに対してこのフレキシブル機構で、対応することができるので、Apple の、 ユニバーサルドックとか見たことあります。ユニバーサルと言いつつ全部アダプターを差し替えるようなタイプになってますけれど、これはもうこれだけで全ての、iOS デバイス、まあライトニング端子付きのですけれども、全ての iOS デバイス、さらに言う と、こういうケースですね。ケースを使っている場合ですと奥行きが厚くなりますので、普通ですとこういうドックのやつに入んなくなってくるんですけれども、これはライトニングなのでがフレキシブルなので、先ほどの長さが違うのと同じように厚みも吸収することができるので、ケースをつけていてもつけてなくても使えるというところで、本当の意味でのユニバーサルのドッキングステーションになっているというのは、これは非常に発明的な、機構なんじゃないかなと思っておりまして、素晴らしい製品かなと思います。でこちらの AMFI ですね、2A の充電が、ドック側と後ろ側両方出てますので、高速充電することができます。こちら販売価格としましては1万5000円で販売をいたします。では、次、最後ですね、はい、このニュアンスの今回の最後の製品になります。普段私枕元で目覚まし時計と枕元で使うライトと、あと iPhone を充電するケーブルと、あと Bluetooth のスピーカーなんかを置いて寝ているんですけども、 iPhone 最新の iPhone を使って、Bluetooth の最新のスピーカーを使って、それでもこのごちゃついてしまう枕元、これをなんとかならないかなと思って作ったのが次の製品になります。目覚まし時計と、ライトと、あと iPhone を充電するケーブルと、あとはスピーカー、この4つをシンプルな形にまとめたもの、そちらがこの最後の製品になります。名称がコーンという名称になります。コーンはこの写真でご覧の通りに昔からあるような、傘のついた照明の形をしています。まずこのコーンの足元には先ほどのタイルにもあった回転式のライトニングのドックがついています。隠すこともできますし、さまざまな iOS デバイスに対応することができます。でそのさまざまな iOS デバイスの、最適な高さに合わせるヘッドレスト、エラストマーのヘッドレストというものを搭載しています。そして一番のポイントはこのコーンの、三角形のこの傘の部分ですね。こちらに昔は電球の時代でしたらただの傘だったんですけど、今は高機能な LED をとても小さく作ることができるので、この傘の大容積の部分に大口径のスピーカーと大きなエンクロージャーというのを搭載しています。それでこの昔ながらのシンプルな佇まいの中に、大きな快適な音を出すスピーカーを搭載するということが可能になりました。足元のドックに iPhone を挿せばお好きな音楽を傘のところから心地よく聞くことができます。で実はこちらのコーンはハードウェアだけではなく、アプリの方も新規で開発しています。無料のニュアンスアップというアプリをインストールすることで、より高機能なアラームクロックとして使うことができます。ここに出ているのはアナログの時計表示なんですけども、こちら下の部分、ミュージック再生アプリとしても使えるようになっています。そしてこのアナログ時計表示は切り替えることで、スワイプで切り替えするんですけども、
はい、デジタルの表示は可能。そしてカレンダーの表示も搭載しています。また上の部分に少し小さく見えているんですけども、今日と明日の天気予報を表示するということもできるようになっています。そして右下の月のマークがついているんですけども、これは実はお休みタイマーという、機能がついていまして、あ、眠くなってきたなと思うと、このお休みタイマーを押すことで音楽と光がゆっくりフェードアウトして消えるという機能がついています。また当然目覚ましの時に好きな音楽と光で目覚めることができるという機能も搭載しています。こういったシンプルな少しレトロな感じもする佇まいに最新の機能を詰め込んだ、そういった、新しいタイプの照明でありスピーカー、それがホーンになります。カラーバリエーションは白と黒を用意しています。はい、こちらホーンです。先ほどタイルも、スタイル、フォルムに合わせた名前でしたけど、こちらもコーンというですね、スピーカーもコーンを揺らして鳴らすというところと、この円錐状のですね、電気スタンドのような形を、コーンという名前にしてあります。そしてやはりこのアプリを作ることで、いろんなことが、後から、出していくことができるというのがやはり面白いなと思っておりまして、ハードウェア自体は一度完成してしまうと、新しい機能を入れようとするとどうしても新製品になって、少し新しい機能がついたら買い直すみたいなことがあるんですけれども、こちらの場合にはアプリでいろんな機能を提供することで、ハードウェアとしてはシンプルなおかつクラシックなスタイルを、提供しながらも、このアプリで、表示とかですね、iPad であれば実は先ほどのカレンダーももっと大きく、そして時計ももっと大きく見たりすることもできますし、先ほどの iPhone のようにはスワイプして使うことができたりとかですね、いろんなアイディアを、後から、アップデートでハードウェアに対して追加していけるというところは、本当にこういったソフトウェアとハードウェアの融合のならではの、製品なんじゃないかなと思っております。で、このコンコンはですね、もう僕自身本当に自分が欲しくって、で、ネットでいろいろ検索したけどこういうの売ってないということで、じゃあ作りたいということで、始めた、製品でございます。こちらですね、販売価格としては、27,000円で、販売を、する予定でございます。一応ですね、こちらで、ニュアンスの、ラインナップとしては、今ですねこういう形で、最後となります。で、続きで、モモアシンプルということで ここら辺の製品をずっと作ってきて、いろんなもので長くかかったもの、短かったもの、いろいろやってきた中で、開発してる、1年ぐらいあったんですけど、いろんな中でですね、時代もいろいろ変わってきたりとかしていて、新しいライフスタイルっていうのが出てくるんじゃないかなっていうのが、作ってる途中で出てきました。企画の時にはなかったんですけれども、で、それがまず一つ、そこに追いついていこうというのが、先ほどソフトウェアにいろいろ機能を追加できるという話をしました。ちょっと次のスライド、このニュアンスアップというのがですね、ありまして、ここに新しい機能を追加していけることができるというお話をしましたけれども、開発した時にあまり考えてなかった新しいことができました。これがですね、Apple Watch というのが Apple からですね出るのは皆さん、もうご存知だと思うんですけれども、Apple Watch によって新しい、使い方が、先ほどのコーンに、できるようになりました。先ほどまでは、そのデバイスのところに行って設定したりとか曲飛ばしたりとかしてたところをですね、 Apple Watch から、これを操作するようなことが、できるようになります。これはニュアンスアップのアップデートで、提供する形になりますけれども、その場に行かなくても自分でお休みタイマーとかですね、次のスライド、アップルウォッチは普段はこういう形で時計として出てくるんですけれども、ここにですねニュアンスアップを、アップデートして入れていただくと、こういう形でですねアプリの、方を、このアップルウォッチからリモートコントロールで音楽再生したり、ボリュームを増減したりとかですね、さらにはアラームの設定とかですね、オンオフとかそういったものも手元でできるっていうのは、これ我々が開発を始めた頃にはあんまりなかった話がですね、今回 Apple Watch が出るということで、
ね、これによって使い方がまた変わってくるっていうのは結構面白いし、そこにこう対応していけるっていうところはすごく、僕自身もワクワクしております。アップルウォッチ自身は24日発売なので、まだ実は私もつけていないので、これがどういうライフスタイルにですね影響してくるか、これから自分でも使ってみて、考えてみたいなと思ってるんですけど、まずはこのコーンに対してはこのリモート機能っていうのを、提供することができるというところで、どんどんこういう形で新しい機能を提供していけるのは面白いかなと思っております。実は、裏話ですけれども、この発表会もともとは23日に予定しておりまして、そしたらアップルが24日発売っていうのが出てきました。前日はさすがに皆さん来ないでしょうって話になってですね、今日21日にずらしたという経緯があるぐらいの、ところでございます。じゃあ次で、今ここでとりあえず、この段階で発表できる製品はここまででして、5月末以降からですね、順次、発売をしていきます。これはApple の認証の、製品がいろいろありますので、ちょっと認証がまだ降りてないやつもいくつかありますので、それが、降り次第発売ということで、開発自体は終わっているものがわかりです。でそれ以外にも、今回発表に間に合わなかった、今後の新しい製品も、テントと今一緒に、開発しているものがいろいろありますので、ニュアンス、これからもいろいろ新しいものを、提案、新しい回答を出していきたいなと思っております。そしてですね、今こちらにあるものですね、いろいろありますけれども、先行展示と、予約受付を、明日から、開始していきたいと思っております。まず、こちらの、1階ですねの方で、代官山蔦屋さんの方で、展示、そして予約を、受付を開始し、明日から、開始いたします。ありがとうございます。で、先ほど冒頭に出ましたね、テントのフェアもやっておりますので、デザインしているテントの、いろんな、見せ方、製品とか、多分僕もまだ見てないんで分かんないんですけども、ストーリーとかがありつつ、ニュアンスの製品も、コーナーができますので、そちらで見て触って、そして、もしよろしければ、予約していただくことも可能になっております。またですね、原宿にですね、アシストンというお店がありまして、こちらテントもすごくつな、がりが深いお店で、トリニティ、我々の会社もですね、もう、9年ぐらいずっと創業から付き合いさせていただいておりまして、非常に、製品を面白いもの、いいものをセレクトしたセレクトショップなんですけれども、我々がこう思っていなかった以上に製品を深くより知って、それをより伝えていただけるショップということで、ここだけは我々もいつも店頭も我々も、外せないお店ということで、この原宿のアシストンというお店でも、先行で、展示、予約を、していただくことになっております。それからですね、アップル関係に、なりますと、アップルの中でもプレミアムリセラーというですね、ある程度の規模のところだけアップルに認められているお店があるんですけれども、そこでキットカットというですね、滋賀の、お店でですね、こちらも、先行で展示していただくような形になっております。で最後もう一つだけ、じゃ今日実はいらっしゃってるんですけれども、今までは我々シンプリズム製品は主に家電量販店で、販売をしていたんですけれども、この、ラインナップにおきましては、家電量販店よりはより、ライフスタイルというかですね、暮らしに、製品を提供するようなお店さんとですね、一緒にやりたいということは、セレクトショップや雑貨店さんと、やっていきたいなというところがありまして、こちら大阪 のブランプロットの中にあるゼーボッシュさんというところで、こちらも、先行で、明日から、展示を、していただくような形になっております。で、これからどんどん、少しずつ増やして、5月末以降の発売に、向けていきたいなと思っております。でパッケージも、こういう形で、もう一個、こういう形で、テントと今回は、パッケージから、製品から、ウェブサイトから、写真から、物の入れ方から、マニュアルから、全てを、テントも関わっていただいて、世界観を、全て、作っていきたいということで一緒に作っております。でお店の展示もですね、次のスライドで、ですが、はい、こういう形で、やはりこのニュアンスを、提供したいなと思って、作っております。
ニューアンサー、そしてニュアンス、シンプリズム、テントでこれからも、いろいろ、新しい、提案をしていきたいなと思っております。で、ニュアンスということで、今回今日からですね、新しくウェブサイトも、オープンしますので、我々の今お話ししたようなのとか、先ほど、皆さんが見れなかったビデオも見れるようになっておりますので、ぜひともウェブサイトも、見ていただければなと思っております。本日はお忙しい中ありがとうございました。あちらで、ハンズオンと、こちらで少し QA をしたいと思いますので、もう少しあと料理も出てきておりましたり、ドリンクもありますので、もう少し、皆さんといろいろお話できたらと思いますので、ありがとうございました。一旦ここのプレゼンテーションは終了させていただきます。